でした。個人的には自分たちのバラエティ力が磨かれていったらいいなって思うので、ゲストに食ってかかる勢いでいきたいなと思います。わら。企画としては経済バラエティということで、お金関係に関連する学びもあり、笑いもありで、すごく凝縮されたお昼の番組を届けられるんじゃないかなと思っています。番組でやりたいことを教えてください。長瀬。 4人でロケに出て協力して何かしたいです。4人だからこそできる何か見つけたいと思っています。高橋、4人の個性を活かしたものができたらいいなと思っています。例えば、一人さんに脚本を作ってもらってザキヤマさんとレンと僕は、お芝居をする、とかできたらいいなと思っています。一人アイドルをやりたかったから、アイドルとして仲間に入れてほしいです。わら。 山崎、確かに安くんと甘くんが着ているかっこいい服を俺らが着て、俺らの服を安くんと甘くんが着るみたいな、一回くらい入れ替わってみるのもいいかもね、わら。視聴者の方へメッセージをお願いします。一人、経済バラエティって言うとちょっと堅苦しい感じに聞こえちゃうかもしれないですけど、とても有意義な情報が盛り沢山ですので、ぜひご覧ください。山崎、 どうしても安くんと甘くんに目がいっちゃうと思いますが、その横にはザキヤマ、劇団一人がいるということを忘れずに、僕らのこともちょこちょこ見てください。高橋、普段、あまり関わりのなかったお仕事とかに出向かせていただいて、いろいろ学んでいく僕たちを見てほしいなと思っています。長瀬、これから僕らがどういう企画でどんな経験ができるのか、とても楽しみですし、 全く経験したことがない新しいところで頑張る僕たちを見て、皆さんにも楽しんでいただければと思っています。何よりスタジオも一新して、そして僕たちもある意味新しい気持ちで臨んで、いろいろな意味で成長できるような番組にしていきたいと思っています。あと、なるべくひとりさんとザキヤマさんの負担を減らせるように頑張ります。わら。